And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. さらに高いステージを目指してチームの新たな戦いが始まります。この大事な試合に勝って弾みをつけたいところです。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はインドネシア対アーセナル、こちらをご覧いただきます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。インドネシア対アーセナル、さあ北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。カゼミーロですね。彼の守備の強さは中盤で効いてきますよね。ピンチの芽を摘み取ってくれるのでチームへの貢献度が非常に高いですよね。さあ勝負、シュート、先制。アーセナルから先にゴールを奪います。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあアーセナル、この立ち上がりに失点と、北澤さん、いかがご覧になりますか。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、はい、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。ミドルと、今度はどうだ。オフサイドです。この前半の立ち上がりから非常に積極的ですよね。いい入りができていると思いますけどもね。このマッチアップどうなる。フェデリコ・バルベルデ、前半14分になろうというところ。インドネシアはこの序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。こう序盤でリードしてますからね、非常にいい形で試合に入ってるなという印象ですよね。裏へ届くか、これを止めます。抜けてくる、インドネシアカウンターを仕掛けていきます。ビエラ、ムバッペ、シュートか、抜ければチャンス。さあカウンタースピードを上げたいところ、ギニシウスから古橋、シュート、クルトワ、すごい反応を見せました。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。インドネシアは嵐のようなカウンター、なんとかしのぎました。ビニシウス、ここですね、チャンスになる、シュート、決まった、追いついた、アーセナル、ここで同点に追いつきます。これは熱い一発になりましたよね。素晴らしいボールコントロール、ボールがゴールに吸い込まれていきました。とっさの判断かと思うんですけどもね、空いているコースを見逃さず決める、一瞬でしたね。ナンバー14、これで今日のゲーム面白くなってきました。ハイレベルな選手が揃う中で一気にチャンスをものにできましたよね、はい、やっぱり見どころの多い試合になりましたよね。フェデリコ・バルベルデ、さあカウンターを仕掛けます。さあミリシウス、
抜けてくる。さあカウンターのチャンスになります。エースを狙ったロビー・キーン、ここをかわした、シュート、勝ち越し。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。ロビー・キーン今日2点目です。ナンバー22、勝利に向けて1本抜け出しました。バルベルデからのパース、クロスを選択、クルトはしっかりと抑えました。バルベルデ、こぼれた、さあ右へ預けて、どうだ、インドネシアカウンターを仕掛けます。ここはちょっと強引か、主審流します。フェデリコ・バルベルデ、バルベルデから右サイド、スペースを狙う、クロスを選択、これはクリア。さあビニシウス、ここはディフェンスの対応、どうするか、このボールをカットします。トップで収まればね、シュートまで行けたところでしたけどね。ビニシウス、ビニシウスからのクロス、これは直接キーパーへ。さあここでカウンター。There will be one minute added time。さあ古橋、ここは必死の守備を見せます。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。さあラストプレーになるのか、前半ここはキーパー処理しました。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。差は1ゴール。いやー北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息の利かせない展開となりましたね。その一点がどちらに動くのかで今日に違ってきましたね。インドネシアとしては今のところリードしてますけど、点も入れられてますから、まだまだ油断は禁物ですよ。インドネシア対アーセナル、インドネシア2対1とリードして後半に折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。いいボールだ。さあサイドのスペースへ、しかしこのボールは合いませんでした。ロベルト・カルロス、ベッカム、ベッケンバウアーへ、カゼミロ、この試合ですでにアシストを記録しています。ロビー・キーン、ベッカムへ、さあ左サイドへ、おっと、ケルビン・フィリップス、ここはドリブルで上がる、古橋、これを奪います。ファールありません。いいですよ、ポジション切り替え。カゼミロからムバッペ、スルーパスを狙う、シュート、追加点が決まりました。これで差は2点。今のゴールディフェンスに当たって軌道が変わってしまいました。
after 54 minutes is number 17, Kylian Mbappe. インドネシアとしてはこれが相手も1点返そうと前に来るのでチーム全体で一緒に対応していきたいですよね、はい、これ1点取られたら試合の流れも分からなくなります。シュートキーパーセーブ。おっとこれ仕掛けるか、クロスを上げる、来たアーセナル、これで1点差まで詰め寄りました。頭で流し込んだ見事な一発、落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし見事なヘディングでしたよね。さあアーセナルこれで相手を射程圏内に捉えたでしょう。この時間帯によく決めてきましたよね、はい、ファンはまず1点欲しいという状況でしたからね。投手の切り替えも早いですよ。The attendance for this match was 72,306。このボールをカットします。ビエラ、ベッカムへ、ロビーキーンに渡る、スペースへ、このパスを受ける、このスルーパスは通りません。裏のスペースを狙う、飛び出した、さあ一気にカウンター、自分で行く、打つか、インターセプト。アーセナルとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、残り時間積極的に行きたいですよね。奪います、ベッカム、ベッカムから左へ、クロスを入れる、クリア、このピンチをなんとか出します。サブスティチューション、蹴るのはもちろんベッカム。いや、ピンポイント狙ってきますからね。これはキーパー、右サイド上がっていきます。クリスチャーノ・ロナウド、右サイドへ振って、お、これいいでしょ、強打クロス、そのままキーパーが抑えました。ケルビン・フィリップス、インドネシアとしてはいい形作ったんですけどね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。ここはカットします。ロビーキーン、スコールズ、ロナウドへ、さあこのセカンドボール、いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにもいかないですからね。積極的なディフェンス、ブルーのギマラインス、ここはファールです。サブスティチューションオンザフィールドナンバー8Coming on to replace him is number 39, Lucas Paqueta. ロビー・キーンからムバッペ、ムバッペ、抜いた。残り時間少ないですからね。冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。素早いパスで攻め上がっていきます。ルーカス・パケタ、
インドネシアとしてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。裏へ出るか、クロスが上がる、クリアです。ルーカス・パケタ、ビエラからムバッペ、ビエラへ、ビエラ、長い長い笛が吹かれました。試合終了です。3対2、1点差を守りきり勝利しました。ロビー・キーン、このゲームマン・オブ・ザ・マッチに選ばれました。さあ試合が終わりました。いや本当今日はゴールの奪い合いになりましたよね。やはり攻撃的なサッカーのぶつかり合いは迫力がありますし、やっぱり面白いですね。はい、そうですね、素晴らしい試合でした。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤豪さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。インドネシア初戦をものにしました。